どうも皆さんこんにちは、ヒデです。アンチャーテッドエルドラとの秘宝続きやっていくぜ。どこまで行ったんだっけ。よっと、銃取って、そうだね、2人で行動するとこだ。この先はあの下落ちていいのかな。よっと、エレナと合流して、まあこっちだろうな。すっごい、昔の船の積み荷目録だ。まだ結構綺麗だぜ。死ぬまでカメラ手放さないね。おい見ろ、これだ。エスペランザ号、出港地ペルーのキヨ。金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの。ただの墓泥棒じゃないってわけね。さすがネイトだからね。金の像、重量20アロバス、200キロ以上か。探していた像はこれだ。これ、そう、これだ。なんか気味が悪い。ん、あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント。何が。ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってた。そんなんじゃない。これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シクパルビスマグナ。異形も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日1596年。彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの。座標だ。なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがね。おだてても無駄だ。冒険は終わり。この島から脱出する。まあこれはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。よし、この先はなんか出てくんじゃねえの。グレネード1個。ゴッドッド、ショットガン野郎だ。お前は終わりだ。え、どこだ。見つけたぞ。どこいる。あ、そっか、いるの。オッケー、はい、一旦の受けろ。オッケー、なんだ、マシンが撃ってる。置いていて、ほらよっ。見つけたぞ。オーケー、顔出せ。ロケラン撃ってんぞ。オッケー、ともまだいるな。あんなとこからも撃ってやがるよ。倒したか。まだまだ出てきそうだね。お前らはどっから湧いてんだ。それのが気になるよ。お、ああ、そこ行くのか。しまっちゃう。よいしょよいしょ。オッケー。ああ、もうこっち行けねえ。そっちなんか気になるよ。グレネード、グレネード、ありがてえ。ん、ああ、まあいっか、先行くぜ。また開けないとダメだよね。
よく殺す。残念ながらボートはないみたい。運も尽きたってわけかしら。いや、あそこにある入江の反対側だ。行こう。ねえ、こうしな。私ここであなたを待ってるから、ボートを取ってきてよ。どういう展開だ。オーケー。何を企んでる。別に、ただもう少し景色を撮りたいの。大丈夫よ。わかったよ。そういうので大丈夫だったここにいろ。試しないね。絶対だ。まあ、こういうことだな。さあ、行くか。飛ぶぜ。よっと。やっぱ出てくるよね。じゃなくて崩れんのかい。あぶね。これ罰連打しろってことか。あ、それだけ。おお、そんなとこからまあご丁寧に。OK、あとは入ったか。まったく本当にどっから湧くんだか知らないけど。リロード。まだ出てくんな。よっと、よっ。ここはいけんのか。ダメー。ああ、そこは、あった。あと2か。一応パスか。よっ。ベン。ヘッドショットだと一発。ちょっとまだ隠れる。こんな感じか。よっと。そんでもってよっと先って。下行くのかな。違うな。やっぱジャンプすんのかな。でもあれ掴まれ、あ、ヒント。ああ、なるほど。照準打つ。わかんねえよ。あはー、ダメだな。集中しよう。もういいや、行っちゃう。よっと。あぶね。ほっ。おっと、受けられない。撃てって撃たれてんじゃないか。よし、パチッ。ちゃんと飛ぶ。 OK。 巻いて巻いて。はい、リロード。出てくるな。はい。誰だろう。エディのヘリじゃないな。あ、はい、ということで今回はここまでです。次回はですね、この先また進んでいきたいと思います。よかったらまた見に来てください。ほいじゃ、またねー。